どうも、あいちゃんです。今回はですね、サムネイルにも書いてあるように書かない勉強っていうものを皆さんね、きっと分かってるんですよ。それは初見というか、初めて聞いたっていう話じゃなくって、知ってるんですけど気づいたら抜けるんですよ、その発想って。で、それを改めてもう一回ちょっと入れ直すというか、こういうのあるじゃん、これ使って効率的にやんなよっていうのをちょっと伝えたかったので、今回動画を撮っております。一つ皆さんに質問したいことがあって、本当簡単にカジュアルに考えてもらえればと思うんですけど、みんな勉強ってどうやってやります？まあ、これすごいアバウトな質問をしているので、答え方もなかなか難しくなるかもしれないんですけど、多くの方が勉強イコール座学になるんですよ。座学って座って学ぶね。つまり、机の前、椅子に座って机に、まあ、なんかワークとか開いてこうやって書いて勉強するっていうのが座学になります。で、これはもちろん正解です。自分ももちろん学校に行ってね、座学でこう勉強してきたわけだし、家に帰ってもいっぱいノートに書いて勉強してきました。だから今回の動画で伝えたいのは、それをやめろっていう話じゃないの。じゃなくて、座学だけが勉強だっていう発想になってませんかっていう、それを改めて問いたかったんです。ここまでの話の流れで、まあ、皆さん想像つくと思うんですよ。自分がこの書いて勉強するだけって言ってるから、あ、そうじゃないって言いたいんだなって、そう、書かずに勉強するのも取り入れろっていうことなんだなって気づくと思うんですね。まあ、その通りなんです。で、なんで改めてそんなみんなが分かりきってることを動画にしてるかっていうと、人ってやっぱりこう切羽詰まったり焦ってくるとこうなっていくんですよ。視野がどんどん狭くなります。そうすると気づいたらずっと必死に書いてるんですよ。で、何度も言いますけど、書いて勉強するのは悪くないです。とてもいいことです。いいことなんですが、書かずに勉強できることは改めてあることを把握してますかっていうのを問いたいんですね。具体的な例を出して話してみると、例えばじゃあ今日一日で皆さんがある一定量の英単語だったり、じゃあ理科とか社会の教科書に載ってる内容を暗記しなきゃいけない、それを目標にしたとしますよね。そしたら皆さん、それどうやってやっていきますか？おそらく最初ね、第一歩目っていうのは必死にもうノートとかね、ルーズリーフに書きまくって覚える人もいれば、自分最初もできる限り書かずに覚えるっていうルールがあって、マイルールがあるからそうやってやってたんですけど、最初に関してはもうめちゃくちゃ書く方が好きって方はそれでいいです。もう崩す必要はない、それでいいんですけど、問題は2回目3回目の繰り返しのところの問題なんですよ。うちらは人間なので当然忘れていきます。少し難しい言葉を使うと、短期記憶、長期記憶っていう言葉があって、短期、短い期間の記憶で、長期は長い期間の記憶です。受験とかテストで生かすためには長期記憶、ここをどれだけ豊富にしていくか、つまり短期で覚えたここの記憶をどうやって長期記憶に持っていくかっていうのが大事なんですね。今みんなが例えば英単語を5個パッて出して覚えたとします。で、それをよし覚えたっていうのは、これまだ短期です。なぜなら3時間後、あと明日の朝忘れてるから。まあ覚えてるのもありますよ、でも全部ではない、忘れちゃうんですね。長期に持っていけてないんです。で、この短期から長期に持っていくのは、もう一番シンプルなのは反復なんです。繰り返すしかない。で、さっき言った勉強イコール座学になっちゃうと、じゃあ英単語の暗記を、じゃあ学校から帰ってきた時にやったと、ね、覚えましたと。で、それを次に座学するタイミングって、おそらく、まあ、お風呂入ったりご飯食べたりすると座って勉強のタイミングって結構後になるんですよ。生活サイクルの中に入れようとすると、これは社会人の方もそうです。なかなか入れられない。でも、ただただ勉強で書くんではなくって、思い出すっていう作業だったらいつでもできるはずなんですよ。自分が学生時代実際やってたのが、自分はテレビが当時は好きだったので、テレビの CM になった時に必ずさ、今日ね、覚えなきゃいけないものを思い出す、トイレに行った時に思い出す、お風呂に入ってる時に思い出す、歯磨きながら思い出すって、この思い出すっていう作業ってただ思い出してるだけじゃんって言われがちなんですけど、立派な勉強ですからね。自分がやったことをもう一回暗記しようって思い出してね、記憶しようっていう風にしてるわけなので、もう立派な勉強なんですよ。これは暗記だけじゃなくて数学の問題とかにも使えます。数学の問題って当然受験生やってたらたくさんの問題やらなきゃいけないですよね。その中でまあ楽にできたもの、もうこれは絶対復習しなくても大丈夫っていうものもあれば、ちょっと怪しくて復習しなきゃいけないものとかもあるじゃないですか。でも数学の問題ってやってて分かりますけど、1問解くのってそこそこ時間かかる問題あるんですよね。それを復習のために毎回書いて丸付けしてたら、とてもいいことなんですけど、やっぱり時間取られちゃうんですよ。
もう受験本番まで限られた時間しかないです。それをどううまく使っていくか、どう効率的に使っていくかってことを考えた時には問題見ますよね。それで解き方が頭の中に浮かんだらそれでもいいんです。立派な勉強書いてないけど、全部が全部そうしろじゃないよ、全部が全部そうしろではないんだけれど、そうやって書かずに思い出すっていう作業だけでも立派な勉強になってるんだって。その使うタイミングはみんなに任せる。人によって違うんだ。もう例えば2回目の時は絶対それ入れてとか、4回目は絶対これって、それは言えないの。だって俺とみんなは違う人間だから。だからそこはみんなが自分自身とちゃんと向き合って、あ、私は今回は書いた方がいいなと思うなら書いた方がいい。で、特に不安症な方とかはもう書かずにはいられなくなっちゃうんだけど、そこちょっとグッとこらえてごらん。今回は見て、あ、そうだ、ここは三平方の定理で、ここの三角形の部分がポイントだったなって、ここの長さが前出せなかったんだよなとか、それが思い出せてたら大丈夫だって。その問題に関するポイントの部分がつかめてるから。ポイントがつかめてるってことは類似問題、似てる問題でもちゃんとそれが出せるから、知識としていいかな。なので今回は、まあ、一概にね、書くなって、まあ、サムネイルはそんな感じになってると思うんだけど、全部が全部書くなっていうわけじゃなくて、思い出すっていう勉強をとにかく生活習慣の中にいっぱい入れてごらんって、たくさん思い出す瞬間を作って記憶をより効率的に定着させるっていうのをぜひ選択肢に入れておいてください。みんな思ってるでしょ、そんなこと知ってたわって。いや、思ってると思う。俺はそう思われると思ってるけど、ただ何度も言うけど、人は不安になったり焦った時にはどんどんこうなって今の選択肢忘れちゃうから、今回俺がこの動画で話したことっていうのも思い出さないと忘れちゃうから、もう一回動画なんか見なくていいんだよ、時間取られるから。でもハイチが確かこういうことを言ってたなってポイントだけでいいんだ。それをちょっと今日ね、この動画見て寝る前とかで構わない、どっかの歯磨きでも構わないんだけど、どっかのタイミングでぜひ思い出してください。そうやって勉強にも応用して、より効率的に勉強を進めていってもらえたらと思います。